そのサウスウエスト航空で、ちょっと一つ、物議を醸すすことが起きているんですね、はいうん、パイロットがですねある言葉を発してしまって、まあ不、不穏と不適当な言葉を発してしまった。で、その言葉はちょっと今、あのちょっとその言葉の一字を言うことができないんですけれども、えーえー、ジョー・バイデン大統領を、まあ、なんて言うんでしょう。 けなすような言葉が今、うん、アメリカの中で流行っているんですんで、これはですね言葉自体で言うとこの言葉は普通に言えますレッツゴーブランドン、はい、レッツゴーブランドンという言葉はが実は今大統領をまあ、けなす言葉として、えー、あの今広がってるんですねこの保守系の人たちの間でナスカという 車のレースがあるんです実はカーレースの会場で保守派の人たちが大統領をこうなんていう誹謗中傷するようなことを大声で出すでそれがあの放送されますから、はい、あのそういうような習慣というかです、ね、そういうことがここのところ続いてるんですよ。うん、まあそういうテレビ中継の中であるレースで,です、ね、ブランドンさんというカーレーサーが優勝したんです。はいはい、で勝利インタビューをしてたんですね。でその後ろで 観客が保守系の人たちが大統領を誹謗中傷するようなことを言ったんです<ー>その言葉が「えー、うんうんジョー・バイデン」「うんジョー・バイデン」っていうふうに叫んでたんですよで<ー>それがインタビューの後ろで乗ってるんです音が、はい、でそれを、えー、とブランドンさんが優勝したので NBC のスポーツキャスターは「 いや皆さん後ろでブランドンさんすごいですよね「レッツゴーブランドンレッツゴーブランドン」ってって声援を送ってますよっていうふうに言ったんですよふんふんでそれは空耳だったわけです<ー>本当に言ってることは「うんうんジョー・バイデン」バイデンさんを、まあ、けなす誹謗中傷する<は>まあ映画で見出てくる映画なんかではしょっちゅう使ってる言葉なので、えーえー、皆さん知ってますけどここではちょっと言えませんが「うんジョー・バイデン」でそれが「レッツゴーブランドン」 っていう言葉で空耳のような感じで聞こえたのでそのスポーツキャスターはそういうふうに言ったら保守,かの保守派の人たちがバイデンさんの政策を批判するときにレッツゴーブランドンっていう言葉を使い始めたんですあえブランドンさんもう巻き込み事故というか巻き込ですブランドンさん個人はそうなんですけれども、うん、でそういう言ってみればアメリカの分断の政治的分断の 言葉の象徴的な言葉としてレッツゴーブランドンって言葉ができちゃったんです。<ー>でこれはインターネットのソーシャルメディアが広げた珍現象なんですけど。サウスウエスト航空のパイロットが最後にレッツゴーブランドンって言っちゃったんですよ。えパイロットがですか。そう、それかなり問題発言にはなるわけですよね。まさにその通りです。ですからまあ、機内で何が起きても困、ね。そうなんですね。はい。まさに現代社会の、まあ。ちょっとした闇を作ってしまうきっかけになっているのが。 このソーシャルメディアでのそういう一言の流行りっていうかでですすねね難しいです、ねまあ、思想だったり表現の自由というものも守られながら SNS というのは使っていかなきゃいけないけれどもその中で一つの言葉がもが本当の狂気になってしまうことっていうのも多くあるわけでそれがね実際の血となってしまう可能性もありますから自分の発言がどうなのかということこれはアメリカだけではなくて日本にも通ずることだなとそうですこれも全世界の問題だと思います、ね。はい